はい、どうも、つくば市在住25歳、高山博史でございます。恥ずかしい気持ちもゼロじゃないということで、今回の、放送はですね、僕とパーソナリティの2人で勝手につくば大使です。はい、ね、このいつもの、まあ、名コンビでね、やっていきたいと思いますけれども、今日はなんと、はい、いつものスタジオを離れてですね、なんとインターネット上でこれを放送してるんですね。マジで？はい。どうですか？気分は。いやインターネットって便利だね。ズームで収録してる気分はどう？悪くないね。あらやだ。悪くないよ。もう終わるんかこの番組は。ズボン履いてないもん。それは別にどうこう言う筋合いはないけどね、それ。いいんだよ、ズボンぐらい払ったんで。今のテレワークしてる人みんなそんな感じなんだろうね。ああ、確かにね、やっぱり。ね、そのまま外出ちゃったりなんかしてね。あらだ、履いてなかったわって。そう。てへてろってね。はい、すいません、最悪の1分間が始まってましたけど。やらかしたな。最近すごい思い出す言葉があって、なんだっけ、何回か前にね、萌ちゃんがゲストで来た時に、女の子の、はいはい、チャンスの神に後ろ髪はないみたいな話になったじゃないですか。あったね。で、あれ本当に身につまされて思うことがすごくやっぱりヒロシあって、最近ヒロシ最近エンタの神様みたいな。どうしたの？何があったの？いやでも何かにつけてね、何かこうちょっと、まあ、今日はいいかなって、なんか例えば、うん、なんて言うんだろうな、会いたい人がね、お店にいるかいないかみたいなですね、カフェとかの店員さんで、うんうん、その人がいる時にこうちょっと挨拶できたらいいなみたいな時に、まあ、今日はめんどくさいなと思って行こうかなと思ったけど、行かずに行ったらその人いて、行った時にはいないみたいな、うん、そういうタイミングがあるとか、ね、はいはい、あとはなんかこう、なんか最近ジムに行っててですね、ヒロシが、わお、でなんかこう、まああれなんですよ、受付のこう人と知り合いになってて、ヒロシ君、彼女とかいるのって言われて、いや別にいないんですよって言ったら、じゃあうちのバイトの子と連絡先交換してみなよみたいな、ちょっとよろしく言っといてあげるからさみたいな、やば、言われて、あ、そうなんですか、嬉しいですって言ったんだけど、なかなか恥ずかしくて話しかけられなくて、でまあいつ言おうかなと思ってて、正直その人がお膳立てしてくれるからいつでも OK と思ってたらさ、うん、まあ、1ヶ月ぐらい経ったらさ、その子やめその子辞めちゃったんだよね。その時にやっぱりあれでチャンスが転がってきた時に蹴んないと、やっぱりずっとキープしといてもね、そうだよ、なんか相手のディフェンダーに取られちゃうよっていうところでさ、その通りだよ、ね、もういつもそこ時間かかるよね、もしくは恋愛になると遅いよね。遅いね、これ始める時は即答だったんだけどね、この番組始めるときはね。ね、恋愛に関してはなんかとかく弱いよね。なんでなんですかね。なんとかなんとかしたいね。なんとかしたいですね。はい、じゃあオープニングこの辺で終わりにします。どんなオープニングなんだこれは。これ YouTube に乗っかるのやだなと思うんだけど、まあいいや。はい、そんなことでね、今週もというか、今回も2人でお送りしていきたいと思います。今回の放送を、5月10日火曜日8時半から、恥ずかしい気持ちのゼロじゃないいつも通りの時間でお送りしていきます。はい、はい、じゃあ大志さん最後に一言、それではみんな本編も聞いてね、 Here we go!